迷惑行為に罰金。常々問題視されてきた電車内マナーの悪化で、迷惑行為には罰金導入を計画中と鉄道各社が発表しました。現在でも犯罪や暴力に対しては民事・刑事事件として法令の定めはありますが、迷惑行為に関しても民事や刑事事件に当てはまる悪質なものは罰金を科すというものです。現状では現行迷惑行為が対象でしたが、防犯カメラの映像、同乗者3名以上の写真や動画の提出により、個人特定できれば鉄道各社の然るべき部署より罰金徴収の内容証明郵便が届き、これを無視し続けたり再度迷惑行為を続けるなどすれば、営業妨害行為として民事や刑事事件に当てはめて正式に裁判所に申し立てるといいます。町の声としては、迷惑行為の抑止力になればありがたい、酔っ払って寝ちゃったりするとやばいですよねと有効的に考える方もおられれば、撮影行為でかえって揉め事になったりはしないか、どこまでが OK でどこからが迷惑行為なのか、誰が線引きをするのか、それが明白ではなくて怖いなどと心配される方もおられました。私個人としては、まあ証拠の妨げになるような行為がどうにかならないものかと思っています。